熊谷市立火葬場の謎を調査しろ。捜査一課へのあの垂れ込みがどうしても気になって熊谷までやってきたわ。まずは駅周辺で聞き込みね。火葬場のことを尋ねると、駅の壁画を見たらどうか、みんな幾度に言うわね。確かに火葬場の絵が描いてあるわ。昭和11年に描かれたものか。この跡地を探せってこと？あ、菊田からメール。斎場主任へ。駅の壁画の火葬場ですが、昭和3年に建てられたものです。10ユーロ一気に石炭炉5基の施設だったそうです。その後、隣に建て替えがなされ、さらに同じ敷地に建て替えられたのが、現在のメモリアルサイユンという葬祭施設です。菊田の調べだけで謎は解決したのかしら？ああ、でも何か調べきれていない気がする。デカの鑑定だつかしら。現地に来てみたわ。火葬塔の東隣に建てられた最上塔ね。これと火葬塔と両方指してメモリアルサイユンと呼ぶのね。こちらに火葬炉はないので、あれは廃棄塔ではない。道路を挟んで西側にあるのが火葬塔ね。3代続けて同じ位置に立っているわけか。長い歴史ね。墓地から側面の様子が見られるわね。後ろに回るとかすかに廃棄塔も見えるわ。墓地の隅までやってくると廃棄塔付近が意外とすすけているのがわかるけど、謎というほどのことじゃないわね。一周してみたけど垂れ込みの意味がわからなかったわ。無駄足だったのかしら。交差点を挟んで西に火葬塔、東に最上塔か。規模が大きくなったら2つの敷地にまたがるのも仕方ないわね。でも利用者はそれで不便ではないのかしら。消火栓か。わかった。きっと手がかりが近くにあるはず。あった、これだ。散水設備の説明の中に最上塔と火葬塔が地下通路でつながっていることも書かれている。地下通路を作って利用者の不便を解消しているということね。垂れ込みの謎が解けたわ。菊田に連絡しなきゃ。はい、ということで私の好きなドラマをパクって構成してみました。事件性のない垂れ込みだと分かったので、ここで調査は打ち切りです。茶番にお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いします。それではさようなら。